アーシートーク。どうもこんにちは。こんにちは。生ガキが当たってヘルペスが治らない森田くんです。今日は、新商品のちょっとね、はい、紹介プラス、まあ、ちょっと組んでるところを少し取っていきたいなっていうふうに思ってて、はい、YD2R プラスになりますよね。こちらの方ですね。いつ出たやつかな。最近出たばっかりの、最近出たばっかり商品なんですけども、はい、通常の YD2 プラスが、リアモーター仕様になったっていうことだよね。最近人気のリアモーター、はい、で、はい、アッパーデッキも新設計のものがついてるっていう、一体型アッパーデッキになってて、はい、定価いくらぐらいだったっけ。定価が38,800円。38,800円っていうと通常のプラスと同じぐらいな感じだよね。ですね、はい。30分以内に電話すると何パーセント引き。伊坂さんだったら、うん、まあ、もう一個ついてお値段、そのもう一個ついて3倍の値段で、はい、ここはカットだな。ですので、まあ、最初からねカーボンの板がついてるマシンが欲しい人はこちらのマシンを選んでもらうといいのかなっていうふうに思いますよね、はい、で今流行りのリアモーターっていうことなので、まあ、最初からもうリアモーターにしたい人はもうこれ買った方が話は早いよね、うん、まあ、箱を開けるところからまあちょっと組んでるところもね、あ、かいつまんでねちょっと取っていきたいなっていうふうに思ってますんで、はい、よろしくお願いしたいなっていうふうに思ってます。森田君はヨコモのサポートドライバーで今ツーリングとドリフトモードになったんだのかな。そうです。そうだよね、まあ、両方ともはサポートドライバーになったんで、ちょっと一発ネタでもちょっと披露してもらおうかなと思って。開封の儀。開封の儀。カーボンシャーシ。カーボンシャーシ。これ 2.5mm だったっけ。 2.5mm。 2.5 だよね、うん、まあマニュアルみたいなね。そうでしょ。マニュアルは R 用のマニュアルになってるの。これ R プラスってなってます。へえ、ね、やっぱその辺はしっかりしてるんだ ね本当に R になってる。 R その説明書の中も、中もあ、R になってるね。 R にさすがよくなってるっていうことで、 R がうん、こういう風に入ってますというところだね。はい、で、このマシンと一緒に組むメカ類も、うん、メカ類サーボ SP03D V4 ジャイロで、アンプは BLRPX2 のドリフトスペックです。まあ、横物一番いいものを今つけるって感じですね。はい、はい、はい、じゃあまあ早速組んでいきましょうか、まあ、ね。じゃあ森田流組むにあたって気をつけてることって言ったらいいかな。気をつけてること、そんなに特別なことはしてないんですけど、うん、基本的にはその説明書の書いてあることをよく注意深く見て、ビスの長さだったり使ってる部品をまあ説明書通りちゃんと当てはめて間違えないように一個ずつ、まあ基本に忠実に組んでいく感じですね。あとはネジの締める加減とか、うん、その辺はちょっとまあ難しいんですけど、まあ締めすぎたりとかはしないように。締めすぎると穴がバカになるもんね。そうです。特にプラスチックの部分なんかは締めすぎるともう本当に穴がバカになってぐるぐる回っちゃうんで、うん、なんでまあきつくなったらもうそこでやめて、うん、それ以上はねじ込まない。そうだねって感じですね。富田君分かった。締めすぎると穴がバカになるらしい。いや、たまにバカもいいけど、うん、あとは基本的にまあヨコモの車は結構精度よく作ってあるんで問題ないと思うんですけど、はい、まあ稼働する部分はきちっと動くように、うん、なんでボールエンドとかはめ込んだ時に渋かったりとか、まあ、しないかどうか、サスアームとかもサスピンを入れてちゃんと動くかどうかっていうのを一個ずつ確認しながら、うん、そうだね、作っていく感じですね。やっぱり初めての人とかだともう早く走りたいとかばっかだもんで、うん、結構細かいところをはしょっちゃってパッ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 って言っちゃって、はい、走んないという人結構いるんで、うん、
一個一個慎重にやってもらうっていうのが大切だよね。そうですね、はい、はい、じゃあ組んでいきましょう。はい、メインシャーシに部品を組み付けて1ページ目かな、最初の、うんうん、が終わりました。おーい、はい、はい、ステアリングワイパー、うん、できました。ちゃんとこうやって動くように、こう動くように締め付けとか、あとこのロッドエンドも動くように確認して作りましょう。ギアデフできました。次、袋4、ギアボックス作ります。ギアボックスできました。じゃあこれからシャーシに取り付けます。全然環境が悪くて、シャーシにギアボックスとモーターを取り付けました。ちょっとずつ形になってきてます。じゃあ次、袋5、サーボの取り付けをしたいと思います。サーボの取り付け完了しました。YT2R プラスは最初からオプションのアルミのダンパーステイが入ってます。ダンパーステイの取り付けできました。次は袋7、フロントのロアアームとアッパーアームの取り付けです。フロントロアアームの組み立てなんですけど、このフロントロアアーム、このメモリを見て左右で長さを合わせて調整するんですが、左右ぴったり同じ長さにするのが結構難しいんで、説明書には書いてないことなんですけど、僕はこのフロントロアアームの筒の中に適当な長さのボタンのビスを入れて、これで奥に当たるようにして、左右同じ長さにできるように調整して使ってます。これで左右ほぼ同じ長さで組み立てができます。ロアアームをつける際に、このサスピンですね、サスシャフトにこのようなテフロンオイルをつけると動きがとてもスムーズになります。はい、ロアアームとアッパーアームの取り付けが完了しました。できたらきちっとこう動くかどうかチェックするようにしてください。あとはサスマウントの取り付けの際に、締め付け具合によってはロアアームの前後のガタがきつくなったりして動きが悪い場合があるので、左右ガタを同じようになるようにまっすぐサスマウントを取り付けるように気をつけてください。次、袋8、アップライトの取り付けです。
ゆるはわ次。リアのサスアームも取り付けの時に、きちっとこう稼働するようにサスマウントもまっすぐ取り付けて前後の型を調整してください。前後の、サスアームの取り付けが完了しました。最後にきちっとこう足がスムーズに動くようにチェックしましょう。あとこの樹脂のロッドエンドの部分がスルスルに動くかどうかもチェックしてください。もし動きが渋い場合はこういうペンチで頭を軽くつまむと、スムーズに動く場合があります。変なとこはつままないどこつまむんですか。エサさん、ダメだよ、エサさん喋ってないじゃん。はい、次、袋10、オイルダンパーの組み立てに行きます。ダンパーの組み立ての際にこのシリンダーとアジャスターこのままねじ込むと結構硬いんで、僕はここに少しだけシリコンオイルをつけてちょっと動きやすくしてから締めます。こんな感じで、そうするとスムーズに引っかかりなく締め込むことができます。ダンパー完成しました。はい、ダンパー完成、完成まであともう少しです。完成しました。あとメカ済みです。メカは、ジャイロが V4 ジャイロ、アンプは RPX2 ドリフトスペックを使います。メカ済みも完成しました。タイヤは東郷で人気のヨコモの DRC で組みます。そうですね、うん、これタイヤを固定するときに使うテープです。オフセットいくぞ。オフセットこれはね6です。6、うん、あんまり知らない人いるかな。これこうやってねスポンジテープをこうぐるっと巻いて、でこのタイヤをこうぐーっとよいしょ、完成です。完成、はい、あとじゃあボディつけて。そうだね、はい、あとはプロポの調整だけすれば走行できます。はい、ほい、まああとはあれだね、アピールポイントというか、サーボとかジャイロとかちゃんとしたものを使ったらちゃんと素組みでも走るよっていうのがアピールできればいいかな。ね、あと説明書通りもちろんちゃんと作っての話だけど、できました。すごい、できました。完成。
スで走れます。じゃあちょっと走って踊ろうか。はい、はい。テイクダウンして、はい、どうでした？とてもよく走りました。うん、はい、やっぱりリアモーターなんで、うん、リアのトラクションがやっぱ良くて、すごい握れるというのか、はい、うん、すごいリアのやっぱ安定感はすごいですね、はいはいはい、うん、あと、まあ、今説明書にまあちゃんと沿ってきちっと寸法も測って合わせて、まあ、一通り組んだんですけど、アッカーマンとかもう全然問題なく説明書通りきちっと組んで、あとはサーボとかアンプとかも、まあ、ちゃんとしたものを使えば、まあ、このような感じで走れる。そうだね、さっき走ってもらった通りだと思いますっていうことね、うん、はい、まあ、やっぱ基本に忠実って感じですかね。そうだね、うん、ちなみに森田君これ4時間半ぐらいで作っちゃったかな、多分。そうですね、はい、うん、まあ、じゃあ森田君も 何台も YD2 組んでるんで、うん、まあ、結構早く作ることができるんですけども、あの初めて組む人とかは本当にゆっくり時間をかけて説明書を読んで、うん、そうですね、組んでくださいってね、やっぱ僕慣れててもそうなんですけど、やっぱり今日も説明書をやっぱきちっと読んで、うん、やっぱり部品の組み間違いとかないかやっぱりチェックしながら、あの慎重に組んでるので、あのやっぱり部分的にやっぱネジとかも長さ間違えてつけちゃったりとかして、もう一回組み直したりとかしてるところもやっぱあるんで、あのやっぱり基本に忠実に説明書をよく読んでっていうのはやっぱ大事ですね。そうですね、うん、そうするとまあちゃんと走るマシンができますよっていう、はい、うん、ことなので皆さんもよろしくお願いいたします、はい、ということですよね。これだけ女の口説き方の説明書は読んでないんですよね。説明書をどっか売ってますかね。ないはい、俺言うことを聞きなさい。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。